こんにちは、今お昼です。ついに駅出しするのかしらってちょっと思ってるんですけれども、ソフトバンクグループの株価1万円を超えてきましたね。アームがナスダック100に採用されますよってところも含めましてですね、売却益をさ、19に計上するんじゃないかしら、するのかしら、どうなのかしらってところについて、ちょっとね、突っ込んだ話をしたいと思います。はい、ARM ナスダック100採用決まったようです。そして ARM の売却益を19にね、計上するのかどうなのかってことを今考えてます。株価高騰です、ね、6月下旬にもっと上がるかもしれないなってことがねあるんですけれども、ここについてまずお話しします。これで、まずちょっとね分析をねしてみたいじゃないですか。急落しちゃ急騰し、また急落するんじゃないかっていう恐れもありますからね、ちょっと過去の状況を振り返りつつ未来を予測していきましょうね。これで ARM の売却益なんですけれども、もうね、19にね、だからさ、この、6月末までに売却益が計上される可能性もあるよねってね、いうところについて、オプションを孫さんは持ってるんだっていうことをね、ちょっともう一回確認していきましょうね。さて、どうするのかしらと、さらにややこしいことに今ね、エリオットマネジメントが入り込んできてるんで、そうそう簡単な話じゃなくなってきております。ここいらをね、私のできる範囲で一生懸命解説させていただきたいと思います。私会計士に30年やってました。もう今引退しております。で、孫さんが大好きでずっと研究してるんですけどね、最高値がまだ更新してないんですよ。11,000円ね、そろそろ更新してくれりゃいいのになと思いつつです。事態はちょっとややこしいよって、そんな話をさせてください。まず株価高騰しましたと。で、6月下旬にさらに高騰する可能性もありますよと。ちょっと下が回んない。ごめんなさいね、下が回んないよ。はい、こっから行きましょう。まずソフトバンクグループの本日というか、この金曜日の日足ですけどね、11,000円を超えてきましたよと。はい、でね、11,000円じゃない、過去最高値が11,000円でね、1万と100円でした。あと900円だね。はい、で、ARM なんですけども、こちらもね、終値ベースなんですけども、160ドルをまだちょっと超えない感じだな。一瞬ヒゲでは超えてるんですけどね、終値ベースでまだ160ドルを超えませんね。そろそろ超えてくるかなと思うんですけれども、だってナスダック100に、ね、ほら、これね、にアームがね、選べましたよってことでございます。そして6月24日に外れる会社がありますよと。で、ナスダック100の連動投資を私ね、積立NISAで買ってるんですけれども、関連するね、ナスダック100銘柄の、投資の人がね、この、このシリウスを売って代わりにアームの株を買うからね、だから株価が上がる可能性も高いですね。これを見込んで今株価が上がってるっていう人もいるけれども、どうだろうな、いつもそんなこと言うけどね、結局ね、上がっていったよっていう過去がございますからね、私期待してますよ。これで、はい、コメントありがとうございました。ナスダック100に採用されと、6月24日に実施とのことですね。さっきの記事とね、整合してますよね。で、私もね、ナス100採用きたーってね、これでまたちょっとポンと上がるかなってことをね、期待してるんですけどね。はい、ナスダック連動投信が買うから株価高騰ね、6月末あたりに、またね、この人ポンとね、上がるかなってことを期待して見てるんですがですね、はい、市況も今いいですもんね。ナスダックがさ、これ総合の方ですけども、最高値を更新しております。なんと、1万8000ポイントに迫る勢いですよ。ね。で、市況もいいですよっていう、その中の流れの中で、これはピヨーンとね、160ドルをしっかり超えていく可能性が高いかなってことを思っております。で、アームでね、株価高騰すりゃね、ソフトバンクグループの株価も高騰しますよね。で、この1点をもってソフトバンクグループの最高値が更新するかな、どうかなってとこなんですが、皆さんどう思われます？はい、
ちょっと分析してみましょうね。過去の値動きを見てみると、急落急騰、また急落するんじゃないかっていう可能性もありますからね。ほんとソフトバンクグループの株ってさ、スイングする人にとってはとてもいい株ですね。急騰急落をうまく上手に捉えて結構儲かってる人もいると思いますよ。はい、私は安定上昇してくれることを願ってるんですが、そうはいかないのがソフトバンクグループのね、いいとこですよ。はい、いいところって、まあまあいいやいいや。だからスイング、短期取引、まあ、数ヶ月単位でね、スイングする人にとってはもう絶好の株ですよね。あとデイトレもね、人気上位、いつも食い込んでますもんね。あ、ちなみにアームなんですけども、はい、ポーンと上がりました。決算が良かったですということで上がりましたよと。でもね、あらあらあらってね、利確売りをされたりとかしてね、落ち込んでって、で、またビヨーンと上がってきてますってことですね。で、ナスダックの採用を、ナスダック100の採用を受けて、また上がっていくのかなと思うんですけども、ほら、トップを見てみると、まだね、160ドルを上回っていけないような状態ですよね。で、株価の動きとしては、だから、ね、100から160の間のレンジって見方ができますよね。右肩上がりってわけじゃないじゃないですか。はい。それに対してソフトバンクグループは、アームの株価 の動きに似てますね。アームが上がりはソフトバンクグループも上がりのし、アームが下がりはね、ソフトバンクグループも下がりのしってね。でもよ、直近のこの上げね、ビヨーンと上がっていくところっていうのは、アームよりもね、調子いいですね。で、ざっくりよ、あの頭のところにね、補助線入れたんですけども、右肩上がりになってますよね。なんかアームと違うよね。原因は何かというと、はい、これね、エリオットマネジメントが、しっかりね、3000億も買ってましたよってことでしたと。で、2兆円の自社株買いを働きかけてっていうところなんですけれども、はい、これ2022年に同じようなことをね、仕掛けてって、で、あのほら、この時にね、株価下がっちゃって、売却して逃げてって、アームの成功によってまた戻ってきたっていう、そういうところがございますんで、ここがすごく話をややこしくしてるんじゃないかなと思ってます。これ、ソフトバンクグループの株を再取得ね、エリオットの保有数は2億ドル余りになりましたと。で、これを受けてソフトバンクの株価がね、上がりましたよと。で、2020年エリオットはソフトバンクの株式30億ドルを取得し、200億ドルの自社株買いを要求してたんだけどもと。で、2022年にね、全部売っちゃったということなんですが、アームホールディングスがうまくいったんで、また戻ってきて株価釣り上げて逃げていくっていうことを、ね、仕掛けてきてるんだけど、孫さんはこれを嫌ってるんじゃないかなと思います。で、ソフトバンクグループのね、これ、3100億をね、ババッと買っちゃったんで、株価が上がってるんだけどと。それ一時的なものなのかもしれませんよね、これね。だってこういう上がり方してんだもん。で、報道を受けてソフトバンクグループの株価は 6.3% 急伸とかね、あるんだけども、ほら、21日にさ、定時株主総会が開催ってことなので、またここで孫さんが出てきてくれるんじゃないかな。で、エリオットどうよって話になるよね、きっとね。で、MBO どうするのってね、絶対質問するよね。すでに孫さんはきっとノーコメントですと言い放つと思います。はい、そこを踏まえましてですね、はい、アームの売却益をね、19に計上するんじゃないかなって可能性も出てきたんで、ここを深掘りしていきますよ。はい、どういうことかというと、はい、これソフトバンクグループの、1995年からの月足なんですけどね、こりゃピヨーンと上がってますよね。最安値が90円ですからね、ここより100円ぐらいで拾った人は素晴らしいですね。じっくりゆっくり投資するとさ、なんと100円が1万円になってるからね、100倍株だったってことが分かりますね。だから長期的に持っておいて損のない株だったっていうことも言えると思うんですが、ただいかんせんよ、ほら、1万1000円の最高値をまだね、更新してないわけですよね。やっと1万円をね、2回しっかり超えてきたって状況ですもんね。今度はね、絶対1万1000円を超えてくれるぞーと。ゾウというか、絶対はないか。私期待してるんですけどもね、なかなかね。前回惜しかったね。はい。で、今回に期待をかけてるんですがですね、ただよ、実際株価は、損益計算書、利益をね、実際に見ていくじゃないの。孫さんのようなナブはあんまり関係ないよね。
ね、でほら最終益について言うと5兆円の利益を出した後ですよ、ひどいものすげえ赤字を出してるわけですよ。恐ろしいよね。ざっくり2兆円の赤、1兆円の赤、そして直近2000億の赤ですよ。こういう状態だからね、株価はなかなか過去最高値を、ね、更新しないっていうのはそれはそうだろうと思いますよ。はい、で今度はね、株の方にも投資すべきでしたっていうことなんですけども、私は社債もたくさん買ってますからね、株までちょっとね買う気はないんですけどね。これよ、売却益が一級で計上されるんじゃないか。何の売却益って、アームの売却益ですよ。これ皆さんピンときますかね。で黒字化させようと思えばいつでも黒字化できるんじゃないかと私は思っているんですが、ここもね過去の動画で解説しております。昔から私の動画を見てくださっている方はね、あれだってねピンとくると思うんですけども、初めての方もいらっしゃいますからね、ちょっとここはねある程度解説したいと思います。でナスダック100採用でアームの株価がポーンと跳ね上がり、それを受けたソフトバンクグループの株価も上がり、そしてさらに売却益を上手にね計上することで黒点した日にはね、これは1万1000円超えていくんじゃないかなと思いますよね。ちなみにねこの14日に作った動画を見てほしいんですけども、こんな話したんですよ。過去におきましてよ、2022年4月にだいたい1兆円ぐらいをね銀行団から借りてるんですよ。でその株担保借り入れという形でお金を借りたんです。アームの株をね質屋に持ってってお金を借りてってねいうような感じの契約で2年間融資を受けたんです。で1兆円借りましたよって、で質流れするんだったらお金返さなくてもいいんだけどってところでね、そんな契約でお金を借りてるんです。1兆円を確保したんだけど、その金で何やったのっていうとこなんですけども、はい、22年11月までに枠1兆円、それで23年8月までに枠4000億円あったんだけども、その2つの枠をね全部使い切りましたよってことをね、2022年の11月10日にやっちゃったってねことをね後藤さんがね決算説明で発表されました。ですごくね孫さんはねエリオットマネジメントが嫌いだったんだろうな、意地悪したの。22年8月にエリオットマネジメントは持ち物を全て手放しましたと。で、はい、自社株買いをドーンと行ったのが2022年の10月からですよ。エリオットがいなくなった時からね、ボーンと上がってるのは、それは1兆円ぐらい株買ったからですよ。この爆上げなんと5000円が7000円ですよ。4割上げてますからね、1ヶ月ちょっとでね。で、まあここがね孫さんがエリオット嫌いなんだなっていうところをね私は感じ取ったところですよ。でそれを踏まえてですね、さっきの記事のここに注目してください。2年もの融資の内容を確認したって書いてあるでしょう。詳細はこの記事から読み取れませんけどね、要するにほら2022年4月4日の記事でしょ。でこの辺りで1兆円借りたよと。で2年ものの融資っていうことについて言うと、アリババが同じような形でね株を売却して資金化して利益を計上していって、そして全部手放したっていう経緯があるんです。同じようなことをねアームをねアームの株を使ってやってるわけですよ。で2年ものの融資っていうことはさ、2022年4月だったら2024年の4月ってさ、もう来てんじゃん。で、今走ってる期のさ、4月、5月、6月、第1クォーターの中で意思決定してるんじゃないかと思うんです。これね、株担保借り入れ2年ですね。で、1級に売却益を出すのか出さないのかっていう判断はもうしてると思いますよ。質流れさせてしまえば売買が成立して売却益の計上がね行われるんだろうな。でもね、あの1兆円をね返せばアームの株を取り戻すこともできるわけですからね。そういうオプションが孫さんに今あったわけですよ。今はもうないのかな。だからどういう意思決定をしたのかなってことがねこれから分かってきますよ。ちなみにですね、これここね2025年3月期の第1クォーターが6月、4、5、6でね、そろそろ終了するわけですね。だから第1クォーターの決算発表に私はすごく興味があります。で、4年連続の大赤字にするのかな。でもね、黒点させることもね、アームの株を売却することによって可能ですからね。はい。
どういうことかというと、はい、カブタンポカリの期限到来で液出しするのかどうなのかっていう判断をね、もうしているはずだと思うんですよ。そして、借金返済すれば質草の返還もね選択できるよと。今後も株価が上がっていくよとかね、想定よりも株価が上がっちゃった場合は1兆円返してさね、株でもらった方が有利かもしれないわけですね。そのオプションを孫さんは持っていたわけです。さてどうなったのかしらと。でも そういうことするともしかしたらね4期連続の大赤字ってこともあるもんね。でもさ大黒字を出して株価を上げた日にはねエリオットマネジメントが喜ぶから畜生と思ってるよね多分。だもうそんな感じでね損益の操作がある程度可能な状態にあるわけですよ。すごいよね。で損益はねしっかりもう意のままに操ることができるんだけれども、ちょっと言葉が悪かったかな、まあまあ合法的にできるんだけども、株価はねさすがに操れませんよ。でもね損益の影響を大きく受けるのが株価ですからね、株価がある程度コントロールできるんじゃないかっていうのがね今のソフトバンクグループの状況だと思うんです。皆さんどう思います？だ強い意見ですからね、これあくまでも私一個人としてのねあの意見ですからね、あくまでも参考程度にしてくださいね。でここからまた強いこと言いますけども、赤字を演出することが可能なわけですね。で株価を下げるような方向に持っていって、マネジメントバイアウトも孫さん昔から狙ってますからね、さあどうなるのかってことですね。これだからソフトバンクグループの研究が一番楽しくてやめられないなと思ってる今日この頃でございます。あ、聞いてくださってありがとうございました。それではこの辺で失礼いたします。ごきげんよう。